かくだから何を言いたいかっていうとやっぱりはっきりしてなくちゃいけないと、うん、でリズムもはっきりした、うん、だからここにはっきりしたリズムで正確にって書いてあると思うんですけども、だからこの曲も、まあ、弾き方によってはこうやって弾いちゃう生徒もいると思うんですけども、だったら2分の2になるでしょうということで、うん、なのでこれは4分の4っていうことで、私はそこまでは速くないと思うんですね、うん、でやっぱりこう煙とか、うん、火炎とかなんかこう合図なんで、少し その音そのものも少しはっきりめに出して、あのきちんとした感じで出すのがいいかなと思いますね。ちょっと立場を変えてですね、これあった時にね、レー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 音で言いますよ。そうするとこれフラットで書いてあった時っていうのは基本的にはですね、フラットっていうのはレードごめんなさいレーレーっていう言い方をしたら次にもう一回下に下がるイメージなので、フラットっていうのはベクトルが下向きなんですね。それがレーローレーレーって戻ってきてる場合、これは音程では増置度っていうじゃないですか。この増置度っていうのはね、戻ってきた時にびっくりするんですよ。